はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。フォールアウト3アクトですね。さあやっていきたいと思いますね。さあどうしましょうかね。こっから、ああそうだ、パラダイスフォールズ見つけないといけないのね。パラダイスをもっとパラダイスにしないといけないんでね。さあ、ああメスメトロンはいいかもしんないね。ちょっと楽しみですね。さあじゃあね、パラダイスフォールズがあったよ。ああそうだね、ここだね、とりあえずね。ちょっと待ってね、私重さどうなんだろう。ああ大丈夫だね。あレーダーアーマーサディスト売った方がいいな。ああ売ってないじゃない、さっき売らないと。そう、売りに来たんだよね、多分ね。それで知能は高かったの？いや、そんな話はまた後でね。売り物見せてほしいね。こっちの売り物ね、売らしてくださいと。あ、お金ないんだ、モイラさん。あ、そっか。宝か。はい。じゃあ、はい。今ボディーガードに言われましたけどね、いやいつかあのボディーガードさんもね、メスメトロンで送り、パラダイスにね、パラダイスに連れてってあげる。本当にねえ、さーてと、まあそうだね、いや、もうクエスト回収した人はなるべくパラダイスにお送りした方がいいのかな。よいしょ。ここはどっち向かえばいいのかな。方角は、あ、サウスの方に向かえばいいんだよね。ここ確かいっぱい出てきたとこだよね。レイダーさんがね。あ、ゴン箱ある。あ、なんか入ってんね。あ、タバコのカートン、カートンいただきね。あ、なんかあるね。トレーラーみたいなのがあるから、何かあるかもしんないね。よいしょ。大丈夫だね。ステルス効いてるんで。何かいそうなんだけどね。大丈夫みたいですね。中に何かあると嬉しい。あ、寝れるじゃない。これ絶対誰かいたね。お、サイコがあって。よいしょ。ウイスキーのから、おお、救急箱。で、ロッカーには、あ、ワインは、あ、ワインもらっとこっか。はい。で、カンタムね。ターペンタイン。ワンダーグルーはもらっときましょう。ターペンタイムももらっときましょうか。で、道具箱。プランチャー、あ、センサーモジュール、ペイントガン。あ、みんなもらっときましょう。結構いけるんでね。で、ジェットで持ち上げたら、なんもないか。なんもなかったね。ウイスキー。ベッドがあるんで、一回ちょっと寝ときましょうか。あ、寝れない。どう見てもベッドなのに寝れないのね。わかりました、寝れると思って期待したんだけどね。あ、なんかある、本がある。あ、違うわ、ほうきだわ。あらあら、誰かいたようなね、人がいたような跡があるんですけど、これ狙撃犯がいたところに似てるよね、地雷芸のね。さあ、なんかこっちにあるみたいなので、ちょっと行ってみましょう。あ、なんか公園が出てきた。公園っぽいのがね。ああ、町、町ですね。お、であっちは、あ、なんかいろいろありますよ。お、アンデール。あ、町があるね。
あ、町があれば家があるね。入れる家がある。さあ、老人ハリスの家。あ、人がいるね。これは普通に話しかけてみようか。なんだ、あんた誰だ。いや、なぜどうやってここに来た。この町何をしている。出てけ、出てけるうちに出てけ。あ、まあまあ落ち着いて。おじいちゃんどうした。あ、怒りた年は家に帰って寝な、バイバイ。あ、どうしよう。ああ、行かれた年寄りは家に帰って寝なバイバイでしましょうか。何が自分のためか知ってたならできるだけ早くここを出てくだろう。あいつらは行かれてる、行かれてるぞ。あ、そうなのね。じゃあ出ていきます。ちょっと 見渡しましょうか。これ全部盗んじゃうことなのよね。ちょっとさすがに見られてる前じゃね盗めないわね。もう一軒隣ありましたね。ちょっと挟んだぐらい。これ裏口から出てんでしょうね。お？一軒どこじゃないかな。これも入れそうな感じなんですけど。お？何？金庫へ。ガーデン金庫。はあ、ベリーハードだ。うん？何？あら、あんた誰？君はここでは新顔だよね。でしょ？ああ。今まで新顔に話しかけるチャンスなんてなかったよ。いつもパパが先に話しかけてた。ああ、アンデルの住み心地はいいかな。両親の仕事はアンデルについて教えてほしい。はい。すごくいいよ。ただ、もっと子供がいたらいいけど。父さんは将来、あの臭いジェニー・ウィルソンと結婚しろって言うんだ。父さんはいつもママに話をしてた。家計を絶やさないということや、父さんとミスター・ウィルソンが兄弟だったとき、結婚したがらなかったこととか。変だよな。つまりミスター・ウィルソンが僕のおじさんで、ジェニーは何かだ、知らないや。彼女と結婚するって変だよ。行きましょう。さよなら。とりあえずね、あまり関わり合いにならない方がいいのかもしれない。まだね。よいしょ。確かここね、なんかね、なんかあんまりよろしくないとこなんです。よろしくないというか、あ、今の子供も言ってましたけどね、ちょっとねおかしいんです。あら、なんか流れてる。うるさいんで蹴っときましょう。下かな？これ多分下だね。下だねと。あ、やっぱいた。あら、こんにちは。アンデールにようこそ。USA コンテストでベストに選ばれたのよ。アメリカでナンバーワンの町？比較できる町が他にどれだけ残ってるっていうのかな。その理由ははっきりしてる。このゴミの山が本気でってね。どうしようかな。このゴミの山が本気でと言ってみましょうか。まあ今じゃね、アデールみたいな田舎と比べたらご実家はずっと快適なんでしょ。地下のボルト出身だ。この町は最低だ。ただの冗談だ。ここは素敵な町なんでしましょうか。あまり笑えなかったけど、でもありがとう。女性陣でなるべく綺麗にしてるつもりよ。私たちの話はそのくらいで。何かいるんだった？ん？あのハリスとかをどうかしたのかって。ああ、あのハリスね。これ聞いてみましょう。あのハリスとかいう男どうかしたのか。また自分の話ばっかしてた。かわいそうな人。ジャックに何とか言ってもらうわ。アンテルについて教えてほしい。最高の村よ。ここじゃ世界のことなんか気になんないわ。他に知りたいことがあって。いや、もう行かないと。うちにまたいつでも遊びに来てね。やっぱり後回しにしよう。ここじゃあね、ここは発見した場所なので、これ以上もう南はないですよね。
東に行くより、あ、一応東にも行ってみましょうか。ここね、ここなんかあるような感じで出てますね。ちょっといろんな場所を開拓しながら、あの、行ってみましょうかね。うわ、まあ落ちれるね。よいしょ。あ、なんか工場があるね、これね。何？工場になった。おお、おお。どこで何があったんだ。今ミサイルみたいな音聞こえたね。ちょっとびっくりしたんだけど。ジェット機みたいな音がしたもんね。で、高所になってたから、ひょっとしたらミサイル持ってる人がいるのかな。よいしょ。なんか死んでる？ブロートフライが死んでて、犬が死んで、お、デンジャー。お、レーザー？なんだ？ちょっと待ってね。それだったらもうちょっとダメージ与えときましょうか。よいしょ。そろそろレーザーピストル持っときましょうか。レーザーピストル、ロボットあたりレーザーピストルがいいんだよね。あんま当たらないね、向こうさんね。これは84も当たんの？全然減らないけど。さあ、あとは殴る準備しましょうか。寄ってこないね。ちょっと困ったな。全然当たん、あ、当たった。よし、やっつけましょう。はい、チワガリ。核分裂バッテリー。あ、結構重くならないかな。で、これは閉まってるね。これは閉まってますね。こっち上に上がったら何かあんのかな。あまり南方面は記憶ないんですよね。階段がありますよね。え？何の音？どんがらがっしゃんって言ってんだけどね。は？あ、ああ、レイダーか。どうしよう。とりあえずこっち？こっちから来るかな？こっちから来るね。あとは殴り。あ、やっつけれちゃった。やっつけれちゃったね。460発。あ、こっちの方がいいね。800発もあるね。はい、おお、5.56。アサルトライフはいらないですね。ペインスパイクだけいただいておきましょうか。で、アパレルで、あ、アパレルもめっちゃいいね。重くなんないかな。そうね、コンバットアーマーなんとかしたいけど、コンバットアーマーがちょっとくたびれてきてます。あ、敵さんいないね。あの、一人だけだったのかな、レイダーさん。みたいだね。あ、そうそう、あの、この動画ね。あ、リーフブラー拾っておきましょう。この動画、グロいのあるんで気をつけてくださいよ。ひょっとしたらまだここもあるかもしんない。あと胸クソくるだね。私の行動が非常に胸クソ悪いものになる可能性があるんで、お気をつけくださいね。よいしょ。何かないかな？で、あ、なんもないね。何これ？あー、コンダクター。コンダクターは、あ、本があった。
いや、ラッキーだね。コンダクターまた今度でいっか。コンダクター自体はそんなにね、使うあれはないですもんね。パイロットランプだけ取っとった方がいいかな。軽いもんね。で、本だね。はい、これを使うと、あ、ビッグガンか。ん？スチームパック？あ、じゃない。じゃなかったね。さあ、ここで、あと見つけてないのは、あ、南に何かあるね。よいしょ。あ、ちょっとね、水飲んで体力回復しましょう。ん？飲めない？あ、飲めるね。飲めるよね。はい。橋か、これ上はね。これは橋なんだね。え、ちょっと待って。何何？どんがらかしちゃうの、何なんだろう。上に何かいるのかな。ちょっと見てみようか。何もいないね。何だったんだろう。ちょっとこっちから行こっか。もう夕方だね。もう夕方だよね。あ、5時半だね。お、なんか開けちゃおっか。あ、ぬかコーラプラント、それだけかな。あ、これまた今度はね、とりあえずパラダイスを見つけないとね。パラダイスフォールを見つけないといけないので、ウエスト方面向かわないといけないんですよね。うん、なんかある？いや違うね。ちょっと夜、あ、まあ夕方で更けてきましたので、夕方更けてっていうのはどういうことだろう。夜が更けるんだと分かるんだけどね、夕方は更けたりしないよね。ん？これまた橋、乗れない、乗れない。川渡らないといけないかい。あ、いや渡れないね、これね。もう川行っちゃおう。まあいいや。はいはい、よし、殴るで、殴って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 、勝っちゃった。勝っちゃったね。あ、じゃあね、ちょっといい時間になったんで、この辺で終わっておきましょうね。フォールアウト3アクト、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。